兄ちゃん、今日は楓から重大発表があります。楓は外に出られたのが嬉しいんです。多分楓に残された時間はそんなにないんだと思います。楓がいなくなってもお兄ちゃんには楓のことを笑いながら思い出してもらえたら嬉しいです。私やっぱりお兄ちゃんが通ってる高校に行きたい。私はみんなと同じがいい。誰もダメなんて言ってないだろ。やりたいならやりたいとこまで僕がやらせてやる。他の誰が反対しても。じゃあ昼間は私と勉強しようか。お兄ちゃんと同じ高校に行きたいです。それが楓の夢です。私だって頑張れるから。